タンボリン・タンボリンはタンボリムとも呼ばれるブラジルのパーカッションの一つである。主にサンバやボサノバなどのブラジル音楽で使用される。タンバリンと名前が似ているが、全く異なる。なお、ブラジルではタンバリン上の楽器はパンデーロというが、他にもブラジル北東部音楽などで演奏されるタンボールという打楽器もある。当初、タンボリンはサンバの基本的な楽器ではなかったが、 1920年代に美ジという人物がサンバで演奏するようになったことからサンバの楽器として定着した。6インチほどの円形の小型の片面大鼓で片手でタンボリンを持ち、もう一方の手でバケッタと呼ばれるスティックで演奏する。枠の材質は軌道、スチール、アルミなどがある。かつては六角形の軌道枠や8インチほどの大きさのものなどもあった。 表面に貼られるヘッドには、豚やヤギの皮ヘッド、あるいはナイロン製のプラスティックヘッドがある。タンボリン専用のバケッタは20センチメートル前後の木製で、これが基本的なバケッタとされる。フォーダジサンバあるいはパゴージなどの少人数編成のサンバ演奏では、このタンボリン専用バケッタが使われる。あるいはドラムスティックが代用される場合もある。この場合は、 テレコテコという独特なシンコペーションのリズムを基本演奏とする。このテレコテコは当初はマッチ箱を楽器として叩く音を基本化したものであるが、それがタンボリンに応用されて基本的なリズムとなり、さらにボサノバにおけるギター奏法にも応用された。また、リオのカーニバルに代表される大人数編成のサンバ演奏においては音量が必要とされるためにナイロン性やシナリのある ジュラコン樹脂などの各種プラスチック製で30センチメートル前後で3から4本に枝分かれ状になったバケッタが使われるようになった。この場合はテレコテコに加えタンゴリンを半回転させて16分音符の4連符を演奏するカヘテーロあるいはビラード3連符を連打するスビーダという奏法があり大人数編成のサンバではこのテレコテコカヘテーロ スビーダの3つの基本リズムを中心として、他に様々なリズムを組み合わせて演奏する。ありがとうございます。